あつ森、さあ今回も集まれ動物の森やっていきたいと思います。今回はですね、アミーボカードのメルカリ相場ランキングということでトップ10を発表していきたいと思います。今アミーボカードがとても大人気でどこにも売っていないんですが、メルカリで売られている金額で高いものトップ10を紹介していきたいと思います。まあ、この、トップ10のランキングを見て、まあ人気ランキングではないんですが、まあ人気の指標ぐらいにはなるかと思うんで、よかったら参考にしてみてください。さあそれでは行きましょう。第10位から発表していきます。まず第10位はペーター、この子ですね。第2弾で手に入るカードで、値段は、まあ相場は6000円ぐらいですね。そして第9位、1号。第2弾で手に入る1号ちゃんです。あ、1号くんです。1号ね、個人的に一番推してます。欲しいです。このキャラクターの金額は6500円です。いやー、すごい跳ね上がってますね。そして第8位はクリスチーヌちゃんです。そして同率でフランスは、この2人はセットで売られている形があったので同率しました。まあ多分どっちも単体7000円って感じですかね。まあ似たようなキャラクターなのでセットで売られているのかなっていう感じです。第3弾でどちらも手に入り、こちらが第8位です。そして第8位が2つあったので第6位になります。次の第6位はビンタ、ビンタです。このキャラクターは8000円で売られていて、第1弾で手に入ることができます。手に入れることができます。さあそして第5位はロボです。ロボは第3弾で手に入れられて8000円で売られています。そして第4位、ビアンカです。ビアンカは第2弾で手に入り9000円で売られています。さあここからトップ3の発表です。値段も上がってきます。まず第3位はラムネ、1万円ぐらい第4弾で手に入ります。もうここまで来ると1万円に突入するというね。まあ再販されれば、まあ、値段は下がるんでしょうけど、まあ年季ってのはそんなに変わらないかなーってのはありますけどね。まあ何か違うのが跳ね上がってくるかもしれませんが。さあ第2位の発表いきましょう。第2位、シベリア。シベリアは1万6000円で売られていて、第4弾で手に入れることができます。そして、第1位、これも皆さん知ってる方も多いと思います。ジュンくんです。ジュンくんは第3弾で手に入れることができて、なんと今、ちょっと調べた時には、1万8000円から2万円の値段がついていました。これはあくまでも、まあ、4月6日現時点での値段になりますので、まあ、ここからさらに上がるもしくは下がる、どちらかにはなると思います。で、再販に関して、アミーボカードの再販に関しては6月ぐらいになるとの噂なので、まだここから値段は上がる可能性があります。まあ、あくまでもこのランキングは、メルカリの売っている値段のランキングなので、まあ、人気につながるとはちょっと言えない部分もあるので、まあ、皆さん、ちょっと参考程度にしてください。そしてね、今回、このランキングに関しては、調べ方に関しては3万円、上限を3万円で、下限を5千円で設定して、まあ、出して、多いやつを個別に調べてって感じで出しているので、まあ正直こっから変動する可能性はあるし、まあ何とも言えないところが多いんですが、まあよかったら参考にしてみていただければなと思います。私の島にジュンブ君がいたら、まあそんぐらいでアミーボカードすごく高いんだなっていう風に思っていただければなと思います。まあただね、今作から追加されているキャラクターで一番人気が出そうなのがジャック君っていうキャラクターがいるんですけれども、このアミーボカードがあったらね、結構な値段するんじゃないかなと。まあ値段がいいってわけではないんですけど、まあ人気が出そうですよね。まあある程度のまあ指標にはなるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた次回。グッバイ。